愛媛県西上市の西霊西上祭りの落車の差し上げ差し上げとは、主に西霊で運行されるみこしや太鼓台、布団太鼓、柿山などがついで運行する方式の西霊神宮を通常の担ぐ高さよりさらに高く持ち上げて書く様子のことを指す。みこしでの差し上げで最もポピュラーなものは担ぎ棒を手で、通常高く持ち上げ、片手で指示しながら温度の声に合わせて、 もう一方の手で棒を叩くものである。この状態の時の見越しは非常に不安定であるため持ち上げられたまま頭上で静止している。その他の差し上げとして等を行う見越しもある。太鼓台の差し上げは地方ごとの流儀が複数存在するが、最も多いものはやはり見越しと同様に担ぎ棒を高く持ち上げるものである。ただし、太鼓台と称される担ぎ屋台は、 一般的にみこしよりはるかに重量があり、さすがにみこしのような片手持ちは不可能であることが多い。その他の流儀としては、とうとう地方によって工夫を凝らした担ぎ方が多数存在する。出しには大別して引き出しと書き出しがあるが引き出しにも差し上げが存在する。しかし非常に重いため完全に持ち上げるのは不可能で必ず車輪のいずれかが設置しており、 そこを重心として他方から屋台を持ち上げるものが一般的である。書き出しの場合は担ぐゆえの構造的な軽量さからなどの派手な動きが多く、また太鼓台の差し上げに通じるものが多い。ありがとうございます。